マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対読売ジャイアンツ11回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発は右の天笠、対するジャイアンツの先発は右の戸郷、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の天笠、これが9試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは止まる。第1球投げた、初球から打ってった、ヒット、止まる。いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げた、危ない球。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げた、ストライクになった。キャッチャーに盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。投げました、インコース低め、空振り。セカンド牽制、二塁タッチセーフ、投げました、ボール。天笠ランナーの動きを警戒しています。次は5球目、打ちました、センターへ飛んだ、ヒットになります。センターバックホーム、坂本ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。投げました、外角低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、打ったに当たりだ、ライナークリーンヒット。ジャイアンツまずは1点先制、ユーキータイムリー。カープなおもピンチが続きます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。さあノーアウトランナー一塁三塁という場面で岡本、背番号25、第1球決まってストライク。まずは入れてきました。投球これから2球目、打ちました、三塁ランナーホームに突っ込む、二塁フォースアウト。ジャイアンツさらに1点追加、2対0。第1球投げました、初球空振り。第2球投げた、ボール。投げた、見送ってボール。投球これから4球目、引っ張った、打球はレフトの左へ、ヒット。佐藤一気に二塁へ、佐藤ツーベース。バッターは6番、第9ストライク、キレのある変化球。第2球、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球を打ちました、右中間へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、カープ先制点を奪われています。右の戸郷、これが17試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは野間、第9、初球決まってストライク。まずは見送りました、初球ストライクから第2球投げた、打ちました、三遊間の打球、坂本掴んだ、ボールはファーストへ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番白川、第9投げた、ボール。投げた、2球目ストライク。投げました、内角高め、フォークは外れてボール。次は4球目、投げました、ストレートはボール。さあ5球目、打ちました、ショートの左、坂本ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番鈴木、第9投げました、ボール。
2球。投げました。打った。ライトへのフライだ。取りました。これで3アウト。戸郷、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは平際の魔術師丸。第9球、外れた、ボール。第2球、投げました。決まった、ストライク。第3球を投げた。インコース空振り。少し迷ったか。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、変化球。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げた、初球空振り。第2球、ボール。第3球を投げた、変化球はボール。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、変化球。外れた、フォアボール。バッターはピッチャー戸郷。第9、一塁ランナー出た。二塁送球はどうだ。盗塁を許します。吉川、今シーズン9個目の盗塁を決めています。第2球、ストライク。これで追い込みました。二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ。二塁はセーフ。ボール。投げました、インロー際どい球、ボール。第5球投げました、危ない球。第6球を投げました、打った。第7球を投げた、打ちました。ワンバウンドヒットになる。レフトからサードへ、戸郷。いいバッティングを見せました。カープ、なおもピンチが続きます。1球目ストライクから、ボール。第3球、直球見送ってストライク。第4球を投げた、外角高め、外れてボール。次が5球目、見逃し三振。今日は安打を放っています、バッターの坂本。第9球投げた、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、アウトコース高め、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました、打った、痛烈な当たり。ワンバウンドヒットになった。ボールが点々と転がっている。ジャイアンツ1点入りました。坂本タイムリーツーベース。カープ、なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。先ほどタイムリーを放っている勇気、天笠、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球打ちました。投球はこれから3球目、1つ外してボール。第4球を投げました、空振り三振。ボール球で仕留めました。2回の表が終わって3対0。天笠、この回さらに1点を失いました。2回の裏、3点を追いかけます、カープの攻撃。先頭バッターは立花。さあ次の投球、投げました、縦のカーブ、ボール。第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました、低め、ボール。次は5球目、フォーク、空振り三振。
バッター恋の切り札ピレラ。第9、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ。第2球、外角低め外れてボール。第3球を投げた、縦のスライダー決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、空振り三振、2者連続三振。右バッターボックスは6番相澤。第9、投げた、見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジか。結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の裏が終わりまして3対0です。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは岡本、投げた、変化球アウトコースへ外れてボール。第2球、投げました、変化球空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってストライク。追い込んでから第4球を投げました、外れたボール。第5球、投げました、変化球空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは5番佐藤。第9、内角低め縦のスライダー外れてボール。第2球、投げました、カーブ見送ってストライク。第3球を投げた、外角高めボール。投げた、打ちました、ショート正面、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番、第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、内角低め見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球、ボール、インコース高め。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、右中間へのフライ、センター前進、掴んでこれで3アウトになります。天笠三者凡退に抑えています。3回の表が終わって3対0です。3回の裏、これからカープの攻撃に入ります。バッターは恋の鉄砲型菊池。第9、投げました、初球縦のカーブは空振り。さあ次の投球、投げました、打ちました、セカンド右へのゴロ、吉川取った、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番堂林。第9、投げました、初球空振り。投球これから2球目、流し打ち、勇気ボールを取る、勇気ベースを踏んでツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー天笠、投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球、投げました、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球、1球外したボール。投げた、152キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。序盤終了しまして3対0です。ゲームは中盤戦に入ります。バッターは平際の魔術師丸。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。見送ってボール。第2球、投げた、外外れてボール。第3球、3球目ストライク。次は4球目、投げた、打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには吉川。第1打席はフォアボール。投げた、ストライク。
投球これから2球目。2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。1球外してボール。第4球を投げました。低め、ストレートは外れてボール。第5球投げました。打ちました。いい当たり、ショートバウンド。セカンドから一塁送球。菊池軽快な守備を見せました。バッターはピッチャー戸郷。第1球投げました。初球はストライク。第2球ボール。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。打った。1、2塁間のゴロ。堂林掴んだ。堂林1塁踏んでアウト。3アウトチェンジ。天笠三者凡退、無得点に抑えています。4回の表が終わって3対0です。カープこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは野間。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。インロー空振り。タイミング合いません。追い込んで投げた。打ちました。センター落下点。センター取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番白川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた。打ちました。初球打ち当たり損ない。吉川ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番鈴木。第1打席はライトフライに倒れています。ボール。第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げました。打ちました。三遊間のゴロ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。戸郷この回も素晴らしいピッチングです。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターのトマル。これが3度目のバッターボックス。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。ファール。次が5球目。膝元へズバッと決まって見逃し三振。第1球投げた。インハイギリギリいっぱい。ストライク。まずは決めてきました。第2球打った。ライト前進。鈴木取りました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは結城。第9投げた。決まった。ストライク。まずは入れてきました。第2球打った。第3球を投げた。インハイ直球は外れてボール。第4球は打った。いい当たりだ。取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。天笠最後はバックに助けられました。5回の裏3点を追いかけます。カープの攻撃。この回のトップバッターは立花。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた。縦のスライダー。ボール。第3球を投げた。決まってストライク。第4球を投げました。打った。センター落下点に入りました。マルツ噛みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター恋の切り札ピレラ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投球これから2球目。打ちました。フラフラッと上がった。ピッチャー落下点に入りました。掴みました。
これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには相澤、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、アウトローを見送ってストライク。次が4球目、投げました、打ちました、ライトへ行った、これはヒットになります。相澤ナイスバッティングです。今シーズン最初のヒットとなりました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。投げました、初球決まってストライク。投球これから2球目、アウトコース高め、縦のスライダー外れてボール。投球は3球目、投げた、直球ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、外角、空振り三振、菊池スイングアウトの三振に倒れました。戸郷、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。ゲームは後半に入ります。トップバッターは岡本、今日はショートへの併殺打と三振。カーブはボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、立花下がっていった、立花取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤。第9投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、サード右、サードから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番。第9投げました、ボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、外れた、ボール。次は4球目、投げました、ボール。次は5球目、低め見送ってストライク。次が6球目、投げた、打った、痛烈な当たり、取りました、これで3アウト。天笠好投を続けています。6回の表が終わって3対0です。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは堂林、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球見送ってストライク、いきなり151キロ。初球ストライクから第2球投げた、打った、追い込んで投げた、見送ってボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第6球を投げました、アウトコース低め見送ってフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。投げました、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第2球投げました、ボール。振り返って二塁牽制球、第3球を投げました、ボール、アウトコース低め。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げました、打ちました、ショートライナー、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。投げた、決まった、ストライク。まずは見送りました。第2球打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。カープ流れを作ることができません。中盤まで終了しまして3対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは平際の魔術師丸、今日は三振とサードゴロ。
第1球。投げた。変化球見送ってストライク。第2球。投げた。打ちました。菊池取った。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番吉川。今日はフォアボールとセカンドゴロ。投げた。決まってストライク。変化球にキレがあります。第2球。投げた。ボール。第3球。3球目ストライク。第4球を投げました。インコース低め。空振り三振。バッターはピッチャー戸郷。第9球投げました。外れた。ボール。第2球高め。ボール球打った。これは打たされてキャッチャーフライ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木。今日はライトフライとサードゴロ。初球空振り。いきなり150キロ。さあ次の投球。投げました。打った。ファール。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げました。打ちました。三遊間の当たり。ショートから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは4番橘。今日は三振とセンターフライ。決まったストライク。いきなり152キロ。投球これから2球目。見送ってボール。投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。変化球。空振り三振。バッターは恋の切り札ピレラ。今日は三振とピッチャーフライ。フォーク決まってストライク。少し迷ったか。第2球投げた。ストライク。かすっただけになりました。追い込んでから第3球を投げた。ボール。第4球を投げました。初球見逃し三振。内角高めいっぱいに決まった。カープクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。7回までが終了しまして3対0。天笠降板。ここでマウンドに上がったのは薮田。これが27試合目の登板。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。危ない球。第2球打ちました。いい当たり。センター掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッター守備の名手坂本。第9球投げました。初球空振り。第2球ストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。一塁送球。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは3番結城。今日4度目のバッターボックス。投げました。初球スプリット空振り。タイミング合いません。さあ次の投球。投げた。これもしかし空振り。少し迷ったか。第3球を投げた。危ない球。次が4球目。投げた。スプリットはボール。投球これから5球目。打った。流し打ち。掴んでこれで3アウトになります。薮田3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって3対0です。8回の裏、3点を追いかけます。カープの攻撃。先頭バッターは相澤。投げた。見送ってストライク。
第3球を投げた、内角外れてボール。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、ヒット、有澤いいバッティングを見せました。右バッターボックスは7番菊池、今日はセカンドゴロと三振。第9球投げました、縦のカーブボール、まずは外角低め。第2球アウトコースいっぱい、ストライク。投球はこれから3球目、ボール低め。第4球を投げました、打ちました、センター前に出る、センター取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、低め、ストレートは外れてボール。一塁牽制、タッチセーフ。第3球を投げた、外のボール引っ掛けた、レフト前進、ヒット、ボールは中継、堂林ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第9球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから打った、当たりがセンターの左にボールが上がっている、取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。まずは2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ、ストレートはボール。第2球投げた、インロー見送ってストライク。投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました。追い込んで第4球を打ちました、鈍いゴロ、坂本ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。か、結局ランナー2人残塁、8回の裏が終わりまして3対0です。薮田降板、マウンド上は市岡、これが8試合目の登板、期待しましょう、注目の投球です。第9球カーブはボール。第2球投げた、打った、引っ張った、ファールボール。第3球を投げました、アウトコース低め空振り。第4球を投げました、流し打ち、堂林バックしていった、ファール。第5球投げました、ストレートはボール、インコースへ。次は6球目、投げました、打ちました、立花ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは5番佐藤、これが4度目のバッターボックス。第9球ボール。投げました、インロー際どい球ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打った、ファールボール。さあ5球目、打った、痛烈な当たり、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番、今日はここまで3打数ノーヒット。初球を打ちました、立花掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。市岡この回ピシャッと3人で抑えています。9回の表が終わって3対0です。カープこの回は上位打線から始まります。トップバッターは白川、今日はここまで3打数ノーヒット。ボール、まずは外角高め。第2球投げた、直球決まってストライク。投球はこれから3球目、ストライク。次は4球目、投げた、外れた、ボール。第5球投げた、完全に外れた、ボール。第6球は打った、流し打ち、ヒット、ライト前ヒットになった、打
打ったバッター一気に二塁へ向かう。ランナー二塁でストップ。白川ツーベースヒット、初安打。戸郷降板、そして最後を締めるのはデラロサ。これが22試合目の登板。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げました。初球はストライク。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。見送ってボール。投げました。打った。ショートバウンド取った。吉川うまくさばいています。カープなおもチャンスが続きます。初球打った、切れていきます。ファール。第2球投げました。打ちました。引っ掛けた。ショートの頭上をフラフラっと上がっている。ショート取りました。ここは意地を見せてほしい。今日2三振のピレラ。投げた。打ちました。ファールグラウンドで取りました。試合終了です。カープ敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手の戸郷。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対0、カープ残念ながら敗れました。勝利投手は戸郷、敗戦投手は天笠、そして西武はデラノサ。カープ今日のゲームは残念な結果となりました。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。